メルセデス・ベンツ E クラスメルセデス・ベンツ W124W124S124C124A124 はメルセデス・ベンツのミディアムクラス初代 E クラスを指すコードネームである頭文字の W はセダン S はステーションワゴン,ン C はクーペ A はカブリオレを表す W123 型の後継者にあたるボディは4度アセダン 5ドアステーションワゴン、2ドアクーペ、2ドアカブリオレ、6ドアリムジンが存在した。機構的には W201 型のサイズと全長を大型化したもので台形の小ぶりなテールランプが特徴。リアサスペンションは長らく続いたセミトレーリングアーム式から 190E で開発されたマルチリンク式に変更されている。フラッシュサーフェイスが推し進められた結果。 メルセデス市販車では、史上初となる0.29の CD 値となった。当時、日本ではバブル景気だったこともあって大量に輸入され、正規輸入車、並行輸入車ともに、バラエティに富んでいる。例としては、ヤナセより1989年、1991年に発売された 260E のロングホイールベース車がある。これは、 定員8名の6ドアのリムジンであるが、単にホイールベースを延長したものではなく、メルセデス・ベンツ本社がホワイトボディより製作しリムジンの懸念材料である合成低下を抑えていた。最前カムカの時代に作られた最後のミディアムクラスとして、現在でも人気は高く、W124 を中心に扱う中古車、 販売店も存在するが、生産終了から相当の年数が経過していることも、あり良好な個体は減少している。1985年、ドイツ本国で発売開始。翌1986年に日本発売。当初は、セダンの 230E、300E、300D ターボ。1987年、260E とクーペの、 300CE が追加とともに 230E の右ハンドル車を設定。1988年、ステーションワゴン230手を追加。1989年、300手 260E 右ハンドル追加。260E ロングホイールベースを限定販売。1990年、外装を中心にマイナーチェンジ。クーペに装備されていた。 サイドプロテクトパネルを全車に標準装備とした。ガソリン車の燃費計を廃止。クーペは 300CE-24 に切り替わり、4マジックが 300E に設定された。W124-500E1991 年、500E 及び 400E を追加。260E リムジン限定販売。なお、500E は標準車のボディにエンジンベイ及び、 フロアトンネル拡大などの補強を行い、500SL に搭載されていた V8 エンジン及び足回りを移植したモデルで、標準車に比べフロントフェンダーが大きく張り出している。開発はポルシェのバイザフハ研究所が担当し、生産工程の一部も1992年までポルシェの工場で行われていた。百九十四年に生産終了となるが、最終限定車として、 E500 リミテッドが500台限定で発売された。日本へは未導入ながら多数が並行輸入された。400E は北米や日本向けのグレードで開発のきっかけとなったのは1989年発売のレクサス LS400 であった。W124 はレクサス LS よりも1クラス下のセグメントに属するが北米での価格、車格は ほぼ同等で実質的なライバルとされていた。400SE と同じエンジンを積みながら、排気系スペースの問題でパワーダウンしたが、後の圧縮比見直しで改善されている。A124-320CE1992 年、マイナーチェンジと同時に、カブリオレの 320CE が追加された。直列4気筒、直列6気筒ガソリンエンジンを刷新し4。 バルブ DOHC か急加速などを除き原則二足発進であったトランスミッションも変更となり、280E 以下のグレードは一足発進するものに変更されている。装備は 400E と同じ白血デザインのアルミホイールが全車に運転席、エアバッグを全車標準装備とした。1993年外装を中心とした。 マイナーチェンジを機に E クラスへ移行する。ボンネットとトランクリッドのデザイン、ウインカーレンズの色変更、バンパーモールがカラーキー化された。内装では助手席、エアバッグとマイクロフィルター付きエアコンを標準装備とした。ありがとうございます。